はい、どうも、たつみんです。今日の動画はですね、もともと口下手だった僕が、どうやってここまで喋ったりとか、YouTube に動画を撮ったりとか、音声を撮ったりとかして、そういうね、活動ができるようになったのかっていうところをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。もともと全く喋れないんですよ。もう人前に立ったら頭真っ白になって、もう何喋ってるかも全然分かんなくなるし、あとは動画とか撮っててもなんか自分が何喋ってるかとか、なんか何について話してるかとかもなんか話中に忘れちゃったりとか、そういうね、なんか緊張しなんですよ、もともと。上がり症というか、そういうのは、なんでそういう状態に陥ってたかっていうと、これ理由はきっと自意識過剰っていうところと、普通に自分に自信がなかったっていうところもあるんですね。もともとそのいじめられてたっていう経験とかもあったので、あんまりこう人前で喋ったりとかっていうのは自信がなくてできないとか、そういう状態だったんですね。で、20代ね、半ばまで来て、動画も撮ったことないですけど、どうやってね、こうやって喋れるようになったのかって言ったら、自信をつけたのもそうなんですけども、一番大事だったのは、ぶっちゃけ言っても量をこなすことでしたもん。そう、今まで動画だけで言ってもう40、50本ぐらいはもう撮ってきてるんですけども、最初の方なんてね、もう動画、ね、あのカメラ回すじゃないですか、けど全然喋られへんみたいな、もう何喋ってるか分かんなくて、途中でってなって、一旦動画止めたりしてっていうのを繰り返したりしてね、で半日ぐらいずっと撮ってたんですかね。で、半日ぐらい撮ってたら、ちょっとずつこう撮られてることっていう、カメラがこっちを向いてることにもちょっと慣れてきて、で喋れるようになってきたりとか、やっぱり頭を動かしながら、口も動かしてるんで、それはね、練習になってるというか、それの反復でちょっとずつ上手くなっていってるっていう感じですね。で、その動画だからといって、気合を入れて、YouTuber みたいにめちゃくちゃ声を、ね、張り上げて、ね、喋らないといけないっていうこともないですし、そんなにハードルは高くないんだなっていうことに、ずっとやっていくうちに気づいたっていう感じですね。なので、ぶっちゃけこう上がり症とかを治すのって、方法とかって、ちょっとしかないんですよ。例えば顔を出したくなかったりとか、顔を出してたらちょっと恥ずかしくて喋れないっていう人は、最初 Mac とか使って画面録画っていうのあるんで、それを使ってもらって、画面録画で音声とか撮ってもらって、で、それでも喋りにくいっていう人は、もともとも喋ることを、メモかなんかに書いといて、で、画面録画の時にね、そのメモを見ながら喋るとか、そういうことをすると、自分の今何喋ってるかとかも分かるし、何について喋ってるかっていうのも、忘れにくいんじゃないかなと思うので、まずはそういうところからね、慣れない人はやってみてほしいなと思います。で、慣れてきたら、こうやってね、動画を撮ってみてもいいと思いますし、最初の方はね、こうやって身振り手振りなんかできるわけないと思うんで、慣れるまでは、こうやって直立不動で撮ってもいいと思うし、笑顔とかが不自然になってもいいと思うし、だからそういうとこはね、あんま気にしないで、とりあえずもう量をこなしていくことです。量質転化の法則っていうのがあるんですけど、量をこなしていったら質も上がって、で質が上がっていったら、そのこなすね、量も増えてくるっていう、一石二鳥みたいなね、法則があるんですけど、とりあえず量をこなさないことには、質も上がらないっていうことを分かっといてほしいんですよね。何でもチャレンジするっていうのは大事っていうのはいつも言ってるんですけど、それと一緒で動画をこうやってね、練習したりして撮ったりとかするのってめちゃくちゃ大事やし、喋る能力も上がるんですけど、動画編集とかのね、能力とかも結構高くなってくるんで、いろいろね、なんでしょうね、やっぱり知識とスキルはいつもつけといた方がいいよっていうお話をしてると思うんですけど、それと同じことで、その動画編集のスキルだってめっちゃいい経験になるし、これからね、そのいろんな仕事があると思うんですけど、動画編集の仕事も、マネタイズポイントの一つにしてもらってもいいと思いますし、なので、活用はできると思います。なので、どんどんね、こう動画を撮るのを苦手っていう人も、ちょっとできる範囲から挑戦してみて、そうですね、iPhone の画面録画とかでも音声撮れるし、そういうのから練習していってもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日は、そのお話がね、どうやったら上手くなるのかみたいなところのコツについてお話ししました。ありがとうございます。